今日の役員会について報告させていただきます。はじめに菅総裁から、本日は衆参予算委員会の集中審議に出席した、デジタルや医療改革など国民生活に直結する重要法案の審議も続いている、引き続きよろしくお願いする。先週国民投票法改正案が衆議院の憲法審査会で可決された。皆様のご尽力に深く感謝申し上げる。今後も党一体となって対応をよろしくお願いする。緊急事態宣言については今月末まで延長し、対象地域に愛知、福岡を追加した。新規感染が高い水準にある中で、今後はお酒とカラオケの提供の停止や夜間の人流を抑えるための対策などを徹底し、感染拡大を食い止めたい。対策の決め手はワクチンだと認識している。諸外国においても最終的にはやはりワクチンで感染拡大を阻止することができている。何としても7月末までに高齢者の接種を終えたい。これから本格化させ、ワクチンによりコロナを封じ込めたい。その発言がありました。二階幹事長の発言に続いて、森山国対委員長から、8国会継続となってきた国民投票法については、与野党幹事長会談での合意を受け、立民提案の修正案を含めて憲法審査会で可決した。不足に3年をめどに CM 規制等の検討を進めることを盛り込んでいるが、憲法本体の議論を粛々と進めていくことには何の問題はない。次回の本会議は明日13時から。技量案件、文献一括法、条約4件、国民投票法、健康保険法の採決と土地利用規制法の趣旨説明質疑を行う。連休が終わり、会期末まであと38日間となった。新規提出議案は閣法63件中27件、条約11件中2件が成立しており、参議院ともしっかりと連携を取りながら残る法案の処理に全力を挙げたいとの発言がありました。末松参院国対委員長からは、明日は旧常任委員会が開かれ、3委員会7件の採決が行われる予定。12日水曜は10時から13時までの本会議が想定される。憲法審査会は本会議終了後の幹事懇で19日水曜の審査会の日程を協議予定との発言があります。関口参院会長からは、緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置が延長追加され深刻に受け止めている。参議院としても全面的に菅内閣を支えてまいるのでよろしくお願いするとの発言でした。世耕参院幹事長からは、党本部兼務の副幹事長だった渡辺武之議員が国交復興内閣副大臣に就任したため、後任に徳重正幸議員を推薦した。広報副本部長就任予定の滝沢求め議員と合わせ損壊に諮る。公選法改正案については12日水曜に臨戦特が開催されることになった。できるだけ早く衆議院へ送らせていただくのでよろしくお願いする。国民投票法案については皆様のご尽力に心から感謝申し上げる。参議院に送られてきたら速やかに審議に入れるよう鋭意準備を行っているとの発言がありました。山口選対委員長からは、6月3日告示、20日投票の静岡県知事選挙について県連より候補者として岩井茂樹参議院議員を推薦するよう上申があった。今後党内手続きを進めていく。来年の参議院通常選挙に向け、今年の夏にも第一次公認候補者を決定したい。ついては選挙候補者の選考作業を進め、6月末日までに党本部選挙対策本部に申請するよう要請する文書を今週中にも都道府県連会長宛てに提出したいとの発言がありました。下村政調会長からは、緊急事態宣言の延長を踏まえ、政調としても引き続き経済の状況を注意深く見守り、必要な手立てを提案していきたい。
今週の精神は明日のみ開催するとの発言がありました。最後に佐藤総務会長から、総務会は明日11時より開催するとの発言がありました。それでは二階幹事長お願いします。ご苦労さんでございます、役員会における発言を改めてご紹介申し上げます。国民投票法案、改正案については、先週与野党幹事長会談を行い、野党の修正案とともに今国会で成立させることで合意しました。関係者の ご協力によって、ここで進めましたことを感謝申し上げます。緊急事態宣言およびまん延防止、と重点措置については、三重県を除き対象地域を新たに追加した上で今月末までに延長されることとなった。党としても引き続き緊張感を持って感染拡大防止に努めるとともに、全国でワクチン接種が速やかに進むよう全力を尽くして取り組んでまいりたい。私の方から以上でございますが、どうぞご質問があればよろしくお願いします。はい、 NHK の杉内です。はい、信任決議案についてお伺いします。今日は立憲民主党の枝野代表が信任決議案についてですね、現状はその衆議院を解散できる状況ではなく、内閣信任決議案ってできないと発言しました。これはその解散の誘発を避けるために提出を見送るという考えのもとの発言だと思いますが、最初これについてまずお伺いします。野党のご発言ですからね、私から改めて批判を申し上げたり意見を申し上げることは適切でないと、ご提案の趣旨を受け止まっておきたいと思います。関連しまして、はい、NHK の杉内です。はい、幹事長かねてからその野党側が不信任案を提出してくれば新しい解散すべきだというふうにおっしゃってきました。で、その不信任提出がないとなるとですね、今の国会会期中での解散というのは今これだけコロナの感染を収束に見越せない中で難しいというのを考えましょう。いや、解散というのは一寸先分からないんですからね。今から私がありませんと言って、幕を張るわけにはまいりません。いつあるか分かりません。はい、すみません、徳島新聞の久保と申します、はい。すみません、次期衆院選の、徳島一区の公認をめぐりまして、昨日ですね、徳島県議会の最大会派の県議会自民党が、自民党現職の後藤田正純議員を、言動に問題があるとして公認しないよう党本部に求めることを決めました。この件について幹事長の受け止めと、党本部として今後どう対応するかお聞かせ願いたいんですが。まだ徳島の県の方から県連の方から報告を受けておりませんので、現時点で何も申し上げることはできません。はい、ごめん。毎日新聞の山口です。どうぞ。オリンピックについて伺います。はい、今日行われた衆参の予算委員会でも、今のコロナの感染状況では五輪の開催は難しいんじゃないかという意見が相次ぎました。最近欧米のメディアでも五輪の中止を求めるような、論調があるんですけれども、現時点でコロナのこの感染状況で五輪は開けると感じはお考えでしょうか。うん、
現時点でおいてのご意見はご意見として受け止まっておきたいと思いますが、今後慎重な判断が必要だと思います。誰かご意見。はい、参議院選挙の広池です。都議選について伺います。都議選の小締まり約1ヶ月半余りになりました。今回自民党が都議会第1党を国民ファーストから奪還できるかというのを焦点となっておりますけど、党としてはこの都議選にどう臨むか、またどう支援していくか、幹事長の考えは。都議選は大変、大きな影響を及ぼすという意味では大変重要な選挙だと思っておりますが、一地方選挙であることには違いないんですね。ところどころをしっかりこうわきまえながら、対応していきたいと思っております。はい、関連してこの都議選で、第1党をですね、自民党が取れば、この次期衆院選に、始めになるんじゃないかという見方もありますけども、この幹事長はこの都議選をどう聞いていますか。まあそれも弾みの一つでしょうが、都議会といえども一地方議会には違いありませんから、都議会でどうだったから衆議院解散するってそんなもんじゃありません。都議会は参考にはしますが、一つのバロメーターでしょうね。はい、北海道新聞の文と申します。お疲れ様です。どうぞ。先ほどの立憲民主党の枝野代表の不信任に関する発言についてなんですけれども、幹事長、今現在でもですね、不信任決議案が出されたらですね、即解散というお考えは変わりはないでしょうか。政治は刻一刻といろんな変化をしていくものですから、その事態を受けて判断したいと思います。まず、はい、中国新聞の樋口と申します。先日ですね、公明党の幹事長がですね、石井幹事長が、歳費法、歳費法の国会議員が、歳費をですね、受け取るわけですけども、それをその有罪が確定した議員なんかがこう返納できるようにする仕組み作りの必要性を訴えられました。で、自民党にも呼びかけて、この国会中での成立を目指したいということなんですけども、まずこの法改正についてどういうふうに必要性をどういうふうに考えたということと、あと、これ発端は、議論の発端は河合夫妻の事件になってまして、国会議員で逮捕されたりして活動ができない場合、こうした場合も歳費の支給を停止すべきじゃないかという意見も野党から出ているんですけれども、この点についても合わせて、二階幹事長のお考えを伺いたいと思います。まあ当然またそうした議論が関係者の間で行われるでしょうから、そういう意見を十分に聞いて判断したいと思います。重ねてすみません、はい、下村政調会長もですね、先般、党の選挙制度調査会精神のもとにあるんですけれども、こちらで十分議論の対象になるんじゃないかと、議論する価値があるんじゃないかということをおっしゃっていますけれども、その点に関して重ねてすみません、質問を。はい、本意に議論すればいいと思います。議論のしていく、そのどの場でこう議論していくかということについてはどうでしょうか。それは関係者の間で詰めればいいと思います。はい、共同通信の西村さん、経団連の会長人事について伺います。経団連、本日ですね、理事会で中西広垣会長が病気療養のため辞任されて、後任の会長に国友科学の徳永正会長を選任する人事を決定しました。この人事の受け止めとですね、新会長に期待されることがあれば、お願いします。経団連と私どもは、常に協力し合って日本の国政経済、進めてまいりました。今日までの経緯がありますから、これしっかり引き続いて対応していけるようにしたいと思います。
はい、あ、すいません、毎日新聞の野間口です。ごめんなさい、先ほど の五輪の関係でもう一度確認なんですけれども、先ほど幹事長は今後慎重な判断が必要だと思うというふうに述べられましたが、まあ、政府としてはですね、しっかり感染対策を講じながら安心安全な大会に努めていくというお考えのようですが、やはりコロナの感染状況が今よりも例えばひどくなった場合に、その党の方から政府に対して中止、五輪の中止も含めて進言するお考えもあり得るということでしょうか。それはまず政府が第一義的に判断をするということですから、政府の判断を待って、それから注意したいと思います。はい、東京新聞の山口です。どうぞ。今の質問に関連しまして、ステージ4なり、ステージ3なり、ステージ2なり、どの段階であれば幹事長は五輪を開催できるというふうに考えていますか。それは我々が五輪をどうする、こうするというんじゃなくて、五輪の専門家がおられるわけですからね、この専門家の判断を待つというのが大事だと思います。はい、北海道新聞の分です。どう本日ですね、北海道連の会長がですね、約こう3ヶ月余りの本命の末に決まっようやく決まったんですけれども、新しい伊藤吉高さんが会長だったんですけども、ちょっとエールを含めて受け止めをお願いします。立派な会長を選ばれたと思っておりますが、今後の活躍に大いに期待したいと思います。よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。